Alright, we're back, pretty much right from where we left off. Let's get on with it, actually. healing items in it. これが観覧車の番か。ナビ、動かせそうか？また電気足りねえとかねえよな。その心配はなさそうだ。電力なら十分確保できてる。もしかしてさっきの電源はこの観覧車にもつながっていたのかしら。じゃあちょうどよかったね。あとはお願い、ナビ。よしよしよし、観覧車よ、動け。北東に突入できるな。お前が守っているもの、そいつを倒してコアゲット。よっしー、ミッション達成だな。最後のコアは CD だね。あ、これ知ってる。よく CM で流れてる曲だね。売上ランキングもずっと上位のアリスの代表曲。その人気もインチキ改心で手に入れたってことかよ。これで全ての動力源を潰せたはず。そうだな、邪魔なサーチライトは消えたと思う。ようやくアリスの王城に潜入できるな。ああ、一刻も早くアリスを止めないと危険だ。スクランブル交差点に戻って王城に突入するぞ。 Indeed, let's go。なんか騒がしいけど、どういうことかな。それが地下に落とした奴らが舞い戻ってきたらしく。この前の子たちが仕返しにでも来たってこと。っていうかそのくらい自分たちで対処できないんだ。申し訳ありません。君たちって本当役立たず。頑張らないと処分しちゃうからね。で、手は打ってるんだよね。頑張ります。うん、楽しみにしてる。意外とやるじゃん、ジョーカー君。なんだか欲しくなってきちゃった。すごい数のシャドウだわ。
クソ、どうなってんだよ。これじゃ城まで行けねえじゃねえか。せっかくサーチライトを潰したのに。あちこちで暴れ回ったからな。アリスに警戒されたか。ナビ、どうにかならないか。簡単にはいかなそう。今はどうにもならん。ここにいても囲まれるだけね。ジョーカー、どうする？仕方ない。一度現実に戻って対策を考えよう。I need to either way. Everybody's like back. なっちゃったね。スカ、どうするよ。あの壁なんとかしねえと。いや、差し迫った問題が別にある。腹が減った。で、そこかよ。もうちょっと真面目に。あ、いや、確かに腹減ったな。まずは食事にしましょう。栄養取らなきゃアイデアも浮かばないよ。食事か。店探すぞ。すまないソフィア、すでに私のターゲットは決まっている。ソジロのカレーが食べたい。きっとみんなにもご馳走してくれるぞ。本当か？それはもうマスターに甘えすぎよ。いつもご馳走になってるんだから。やっとあれるか。なんだ、喧嘩か？ガイズもガイズ、人バカじゃんって。まあまあ課長。ちょっと君ら、道開けて。なんだガキども、こんな時間に。なあ、そこのセクシーなお姉ちゃん、おじさんの相手もしてくれよ。ちょっとやめてください。それでビビると思ってんのか。ちょっと君ら、反抗的な態度取んないでよ。あ、そっちが突っかかってきたんだろうが。このガキ、俺様が礼儀ってやつ教えてやるじゃないの。いい加減に。はいはい、その辺にしとけって。なんだてめえ。なんつうか、通りすがりの正義の味方です。な、何この人、うさんくさ。何が正義の味方だ。ざけんな、おら！おっと、急に転んでどうしました？いや、なんか一方的にぶん投げてたし。いやいや、百歩譲っても正当防衛だろう。ちょ、なんだお前、警察呼ぶぞ。俺がその警察だ。分かったらさっさと帰りな。警察？すみませんでした。ああ、こら、こいつ置いてくんじゃねえよ。なんつう薄情な。まあ、そのうち目覚ますか。よ、お嬢さんたち、大丈夫だったか。いいってことよ。善良な市民を守るのが俺の仕事でな。気をつけろ、この男おそらく公安だ。お、察しがいいな。ま、監視を知ってりゃそりゃそうか。ちなみに
そこにもう一人いるのは気づいてたか。バカ野郎、何考えて。悪い悪い、この酔っ払いの本を頼むわ。はあ、何なんだこいつ。怪しみ 200% 超えだな。その公安が私たちに何の用。そう怖い顔するなよ。ちょいと事情があってな。お前と折り入って話したいことがある。コーヒーでも飲みながらどうだ。そこはカレーも絶品でな。ごめんなさい、私たち警察が嫌いなんです。笑顔で言うな。笑顔で。で、警察が何の用だよ。用があるなら早く言ってください。分かった分かった、前置きはなしだ。俺は長谷川善吉、警視庁公安部に出向中の捜査官だ。階級は警部補、それなりに偉い立場ではある。警部補って偉いんだな。オーケー、覚えた。あ、どっから声した今。まあいい、お前に聞きたいことがある。先日テレビ番組の中で柊アリスへの告白騒動があったのは知ってるか。まあだいぶ騒がれたからな、知ってて当然か。まあ、わけあって一応あれにも調査が入ったんだがな、事前に MC があんなことをしでかす様子はなく、アリスに特別な感情を抱いていた形跡もない。居合わせた女性 MC と先週婚約したばかりだったらしいしな、そもそも動機がない。で、警察は今、交換心の回答団による会心事件なんじゃないかってな。会心事件って、まさか。去年、よく似た事件がたくさん起きたよな。人格の表現、異常行動、精神暴走。会心事件となれば、容疑者の筆頭はお前だ。心の回答団のリーダー。薬か催眠術かわからんが、テレビ局に対する威力業務妨害ってとこだな。このままだと遅かれ早かれお前は逮捕される。いや、なんで。ふざけるな。何の証拠がある。ふざけちゃいないが、証拠はまだない。だから話を聞きに来たんだよ。で、ぶっちゃけどうなんだ。犯人はお前なのか。なわけねえだろ。だな、まあ俺もそう思ってたわ。ちょっと待ってろ。あ、もしもし、管理官。今回答団のリーダーと一緒なんですが、聞いたところ犯人じゃないそうですよ。ええ、え、冗談。いやいや、至って大真面目で。いいから帰れ。わかりました、すぐ戻ります。ってことで、上司の説得を試みてみたんだが、お前がシロだって話信じてもらうのは難しそうだ。今の電話本当に。やべえ、何なんだこいつ。結局何が言いたいのかしら。いくら冤罪だと主張してもお構いなしに逮捕する連中がいるってことだよ。そうなったらお前も困るだろう。俺も事件が解決できなくて困る。そこで提案だ。
俺と取引しないか。取引だと？俺は事件を解決したい。そのためにお前の持ってる情報が欲しい。今は解決の糸口さえつかめなくてな。ぶっちゃけ困ってる。そしてお前は逮捕されたくない。そうならないように警察に手を回してやる。どの組織も身内の話は信じるもんだ。効果は大きいぞ。お互いに協力できると思わないか。そりゃお互い様だろう。お前みたいな怪しい野郎の言うこと簡単に信用できねえな。能ある鷹は爪を隠すって言うだろう。俺もそういう口だからよ。自分で言うか。普通どうする。この男が信用できるのか見極めてから返事しても遅くないぜ。しかしよく泣く猫だな。にゃーにゃー。ま、答えは今すぐじゃなくていい。しばらく考えて返事をくれ。いい返事を期待してるぜ、怪盗団。それじゃあマスター、またカレー食べに来るんで。悪いが品切れだよ、あんたにはな。なせっしょうな。何なのあいつ、言ってることむちゃくちゃだし。何本かネジの飛んだ男だったな。長谷川善吉、名前と似合ってなさすぎだ。でもあの人の言ってることが本当だったら本気で逮捕されちゃうってことか。くそ、何が取引だよ、ただの脅しじゃねえか。でも問答無用で逮捕されるよりはマシよ。罠かもしれないけど情報がないよりはね。ああ、警察が動いてるって分かっただけでもあの刑事と話した価値はある。問題はあの刑事がどこまで信用できるかってことだが。抜け目ないなお前は。だが慎重に考えよう。ねえお前ら、今度は何しでかしたんだ。な何もしてない。宗次郎は心配しなくていい。アリスってやつのことだろ。あの告白騒ぎがお前らの仕業だって疑われてる。そんなところから。はい。てか濡れ衣なんだよ。悪いのは全部アリスってやつで。ごめんなさいマスター、また余計な心配をさせてしまって。お前ら悪くねえんだろ。だったら堂々としてろ。濡れ衣は自分たちで晴らしな。おじさま、ご主人の言う通りだな。何かあったらいつでも協力はするからよ。ありがとう宗次郎。まずはアリスのことを何とかしよう。刑事の件はその後だ。アリスが真実を語れば我が輩たちへの疑いも晴れる。そっか、そしたら取引とかいらないもんね。しかし肝心のアリスの城にはこのままでは近づけないぞ。あの隔壁が厄介だな。何か困ってるか、力になるぞ。あの隔壁を開ける方法を考えてんだよ。それは私にも難しいな。双葉のハッキングはどうだ。隔壁に繋がった端末でもあればそこからどうにかできるだろうけど。端末？操作パネルだったら隔壁の裏にあったぞ。何？マジか。以前通った時に記憶した、間違いない。んなことよく覚えてたな。
さすが愛で動いてるだけあるぜ。 AI だ。誰と話してる？また増えたのか。気のせいだ、総次郎。たく、人の店をねじろにしちまいやがって。俺はぼちぼち帰るからよ。戸締まりは頼んだぜ。あんまり遅くまでやるんじゃねえぞ。ラジャ。ま、ほどほどにな。問題はどうやって双葉を隔壁の向こうへ連れて行くかだな。何人かで協力すれば登れないかな。無理な高さじゃなかったと思うけど。その間に敵に囲まれてしまうぞ。サーチライトもあったしな。誰かがおとりにでもなって警戒門の穴を開けるしかないか。おとりってな。あ、危ねえ。役できるやついんのかよ。おとり役、おとり役か。さすがだぜ。お前ならそう言ってくれると信じてた。大立ち回りを演じてシャドウを目いっぱい引きつけてくれ。だけど危険なのは確かだよね。誰かサポートは必要じゃない？私がサポートする。先行して敵の一団を引き離しておく。そしたらお前の負担も減る。ノープロブレム。よし、作戦はこれで決まった。あとは。Okay, that's helpful. One level's nice. I'm gonna need it. いいか？Alright, I don't think there's anything I need to do outside of this area. Well, no, there's...I do need to go outside. For one thing, I need a let SP recover moves. For you.Street. We'll talk to friend characters here and hopefully get some items. What is it? Oh. You don't have an individual battle.それにします。そっか、ありがとう。お伺いします。そちら、こちまたのお越しを。That's not how you travelThank you.
仕事の時ようこそ。誰のにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？タイムセール、お買い得品だぞ。これ役に立ててくれ。これでお買い上げだな。何個欲しいんだ？これでご利用サンクス。どれを売る？それでいいか？See if there's any new fusions and then we'll go. ごきげんよう、トリックスター。合体を行うのですね。新たな力が得られるようです。Who am I fusing? Dixie and the Bicorn? Yeah. 継承するスキルを終え。The null's nice. Do that. このペルソナでよろしく。生まれ変わりなさい。ではご武運を。Bonds, we have 9 points. So, yeah, just work in that early point economy because why not? It's strong. Money increase, yeah, just for early game economy stuff.That's all I can do right now. Probably should have gotten attack, but like, honestly speaking, if I get points a little bit more effectively, that'll be better for me. みんな、分担は覚えてるな。私とリュウジとモルガナがサーチライトの破壊だね。任せろよ。速攻でぶっ壊す。双葉がハッキングを仕掛ける間、俺と誠、春が護衛する。シャドウは一体たりとも通さないわ。だから安心してね。オッケー。こんだけいりゃ百人力だ。必ず。私は敵の第一波を別の場所に誘導、しばらく連れ回したら戻る。頼むぜソフィア。だが無理はするな。分かってる。無理はしない。そして作戦の鍵を握るのがお前の大立ち回りってわけだ。派手に頼むぜリーダー。行くぜお前ら。アリスの城への道を切り開くぞ。ちょっと待って。
ただいていく。ジョーカーが踏ませる間に頼む。了解、サーチライトは任せて。俺たちはハッキングのサポートだ。ええ、まずはゲート周辺の安全を確保しましょう。いいぞ、切って切って切りまくれ。敵が集まってきたらやっちゃえ、ジョーカー。敵の目はジョーカーに釘付けだ。いい感じ、そのまま続けて。あの、Never mind. Sona! Sona! Wasn't paying attention. Retry the battle. That's what I'm going to need to have. Never mind. Okay, I'm gonna have to change some stuff up. No, try the battle, that's fine. I probably want to not be on Silky just because I'm pretty sure that's what's causing the problems. So let's see. よし、作戦ド派手な登場だな、ジョーカー。そのまま陽動よろしく。暴れま、みんなは作戦通りに。ジョーカーが踏ん張ってる間に頼んだ。了解、サーチライトは任せとけ。俺たちはハッキングのサポートだ。ええ、まずはゲート周辺の安全を確保しましょう。いいぞ、切って切って切りまくれ。敵が集まってきた。やっちゃえ、ジョーカー。敵の目はジョーカーに釘付けだ。いい感じ、そのまま続けて。あのバスを一人で。さすがはジョーカーだ。使ったこうはいかないな。何が本音じゃなのか。みんな状況は。サーチライトの真下に到着。Tackle is very nice for this. ナビ特製のウイルス、くらえ！
まったな。ジョーカー、陽動から戻ったぞ。作戦うまくいったみたいだな。あ、ソフィーもお疲れ。あとはアリスの城に突入するだけだ。ここからが本番だ。シャドウを片付けて705に突入するぞ。ジョーカー復活。大丈夫だったか。嫌だ。マイコジョーカー、ナイスだ。さすがはリーダー。この敵に電撃はダメだ。他の属性で攻撃してくれ。敵の攻撃が来る。みんな備えて。せやWay too many healing items on that little section. あれは何？調べてみましょう。シャドウの反応はないな。こんなものか。ライトちゃんと消えてる。陽動作戦はうまくいったように。一気に敵の懐に飛び込むよ。シャドウの気配がする。何の警備が残ってたか。手早く倒して先に進むぞ。敵はあと少しだ。畳みかけろ。決める。ここのサーチライトまだ生きてる。これくらいなら朝飯前だ。かわして進もうぜ、ジョーカー。余裕の勝利ってやつだな。よし、どんどん行こう。奇襲、行けそうだな。どうする。おお、チャンスだな。いいぞ、この勢いで潰してしまえ。レッツショータイム。ジョーカー、残る敵はわずかだ。一気に片付ける。楽勝すぎてアクリが出るぜ。どんどん進もう。こりゃ警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。
リス様の王国を荒らしたのは貴様ら。アリス様の平穏のため、これ以上先には進ませんぞ。こいつ強敵だ、みんな気をつけ。招待モコイ、くらえ。おお、ジョーカーかっこいい。さすがジョーカー、お見事だ。任せた。我輩に任せろ。強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。私の敵はモナが離脱。誰か回復できないか。オーマイガー、タンさんと戦線離脱、手当てを頼む。これだな、まあ、これだ。助かったよ。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。運動を渡す。じゃあ手に引っか。ラウンドグッド。頼んだよ。任せろ。意を示せ。ドロー。強敵だな。さあ行け行け。お任せ。ことになる。準備はできてるか。よし、行くぞ。よし、潜入成功だ。お宝に似た匂いはこの上の玉座の間から感じる。ロックがかかってるな。解除スイッチがないか探してみてくれ。よし、敵はいないな。先行こうぜ。
者だ、捕らえろ。アリス様に逆らう不届き者め。シャドウ出現。過去ゲッツレディ。なんだよ、そういうトラップか。もうしつこすぎ。エレベーターは動いてる。到着するまで踏ん張って。マグロオービス。この敵、火炎が効かないから注意な。行くよ。アンサー華麗につなげたな。どんどん行くよ。今だ、エレベーターに乗っ。シャドウの反応、まだ来る。敵も本気を出してきたってことだな。もうかなり登ってきたけど、屋上まであとどのくらい？あの扉の奥が階段になってるはず。 Well, okay. It's at this point I'm gonna go ahead and cut this episode off because it is getting very long. And we'll tackle the last bit ofThis jail in the next one. So until then, thank you very much for watching. Until next episode, I will see you then.